ガチガチ専門ほぐし術その22をやっていきたいと思います。今回はですね、こちら圧の調整の仕方を解説していきたいと思います。通常であればですね、圧の強さを調整するのはですね、力加減だと思います。力を強く入れるのか弱くするのかね、通常であればそういうふうに調整すると思うんですけども、ただその調整だけではこの心地いい圧痛気もに持っていくのは、ちょっと難しいんですね、でもそれも使う時ももちろんあるんですけども、もっとその前に考えなければいけない圧の調整の仕方っていうのがあるんです。それを解説していきます。で、さっきも言いましたけど、これ先に言っときますけど、まずね、お客様ガチガチさんが、まあ、ガチガチさんじゃなくてもコリを持ってる人たちっていうのは、どうやったら効率よく、どういう圧を与えたら効率よくほぐれるかっていうと、これなんです。心地いい圧、そのお客様が心地いい圧と感じる圧ですよね。いわゆる痛肝です。痛肝を、与え続けるということで筋肉が効率よくほぐれていくんです。でそこで皆さんがやってるのは、さっきの繰り返しですけど、力加減を強くするか弱くするかだけで調整をしてたと思います。じゃあ今回はどうするかっていうと、ガチガチ専門ほぐし術ではですね、点と面を使いますよね。そして持続圧で揺らす、この関係性をまず、頭で理解していただきたいんです。で、点と面だと、例えば同じ力でね、点と面で入れるとしたら、もちろん点の方が刺激が強いのはもうお分かりだと思います。ですんでね、点で痛いんであれば面にしてあげればいいんです。力加減は一緒ですよ。力加減は一緒で、点で痛すぎるって言われれば少し面にしてあげればいいだけです。圧は一緒ですからね、力加減は一緒ですから、それで、心地いい圧に近づいていくわけです。そして、力を弱めてないんでね、しっかり筋肉にもアプローチできてるんですよ。それが効率よくほぐれていくっていうことなんです。で、あと持続圧を揺らすっていうことはですね、ガチガチさんにはもちろん硬い筋肉に対しては持続圧の方が効きますね。揺らすっていうのは、ちょっと筋肉が動く状態であれば、こっちの方がもちろん効きますんでね、それ、これに関してはその筋肉の状態を見極めてですね、これを使い分ける必要があるっていうことです。はい。ですんでね、結局はその点と面、持続圧、揺らすを使い分けるんです。この関係性をね、まずしっかりと理解してください。で、もっと言うとですね、点を使った持続圧を使うのか、それとも、点を使った揺らすを使うのかとかね、逆はこっちです。面を使った持続圧を使うのか、それとも面を使った揺らすを使うのかということなんですね。いかにこのお客様に対して心地いい圧を与えれるかっていうことを、やっていく必要があるんですね。それで効率よく、ほぐれていくわけなんです、ガチガチさんはね。はい。ということでね、この痛肝をお客様に、それぞれのお客様の感覚っていうのは違うんで、それに合わせてやっていってあげてください。ただね、でも違うって言っても、その一般的な、その、なんていうのかな、この感覚的にほとんど一緒だと思うんですよ。このぐらいの圧で、痛さを感じるっていう、その感覚っていうのは一般的には一緒です。ただ10人いれば1人か2人いらっしゃいます、それが強すぎる、あるいは逆に弱すぎるっていう人がいらっしゃるんですね。ですんで、そういう、例外的な人、痛がりさん、痛がりさんとか、もっと痛がりさんの逆、なんていうんですか、痛がりさんの逆、もっと強く押してほしい人ね、いるじゃないですか。特にそういう人に関してはですね、どれを使えばこの心地いい圧になっていけるかということをね、考えながら施術を行ってください。